広島モールは広島県広島市にかつて存在した複合商業施設である。現在は広島銀行が建物及び敷地を所有している。2016年6月以降すべてのテーナントが撤退した状態となっており、2018年2月から中区上谷町に所在する同行本店ビルの建て替え期間中に仮の本店として2021年1月まで使用している。 かつてはベスト電気を各店舗とする複合商業施設であったが2016年のベスト電気閉店を皮切りに現在は全てのテナントが撤退した状態となっている。1998年日本最大の店舗面積を持つ家電量販店のベスト電気広島本店を中核としてオープン。ベスト電気のほか、マクドナルド、カレーハウスココ一番や、 徳川などの飲食店と、ダイソー産業、布団、田中などのテナントを要す商業施設となった。2008年、ベスト電機広島本店がベスト電機とビッグカメラの提携の象徴的店舗、ビッグカメラベスト広島店としてリニューアルした。2011年、営業終了。2011年、ベスト電機、BB 広島店としてオープン。ベスト電機直営店舗に戻る。 2013年、ベスト電気広島店として再出店。2016年、ベスト電気広島店が土地賃借契約の期限を迎えることを理由に閉店。ベスト電気に合わせる形で建てなんとも段階的に全店舗が撤退した。広島モールの名称自体はベスト電気広島本店開店当初から施設全体の名称として使用された。 1997年4月11日にベスト電機が中国通産局に建物設置を届けで出店が明らかになった。計画店舗面積は当時広島最大のデオデオ本店や日本最大だったベスト電機福岡本店を上回る1万3000平方メートルを計画。当時26店舗存在した広島地区の各店舗として位置づけていた。 この時点では1階から7階に店舗スペースを設けるとしており、投資額は28億円、1998年7月にオープンする予定であった。また、計画の段階では、中古車展示場として使われており、土地を賃借して店舗を出店するとしていた。出店申請に対し広島商工会議所が意見を出していたが、大規模小売店舗審議会中国審議部会は、 その意見を取り入れる形で1997年12月15日に申請面積を約1000平方メートルカットし12,265平方メートルとすることで決心。それでも決心店舗面積はデオデオ本店やベスト電気福岡本店を上回る日本最大の店舗面積の家電店になることが認められた。1998年10月24日に ベスト電気広島本店はオープン。本来の開店時間を1時間早めた9時に開店予定だったが、10分早め8時50分に開店した。開店前に約7000人が行列を作り、当初予想していた来店数を約1万人上回る約6万人が来店した。開店時に当時正規末が行っていた、ふるさと総、正規末計画の一環の CM が流され、 あくまででかい。広島市が日本一、など店舗面積を強調する宣伝が行われた。2004年から2007年にかけて、そこを広島県新館9階にも店舗スペースを設けていた。しかし、地元のデオデオや全国最大手の山田電機も発丁堀に広島本店を出店したことで売り上げは低迷。2007年9月に行われた。 ビッグカメラとの資本、業務提携の一環として、2008年1月16日にビッグカメラの出展が決定。ビッグカメラ転換に伴い、ベスト電機広島本店が2008年2月11日に閉店した。2008年3月6日にビッグカメラベスト広島店は開店した。ベスト電機の要請を受ける形で出店。ベスト電機はビッの 都市型店舗などのノウハウ吸収を目的に、ビッグカメラは駅前立地大型店舗、都市型であることを評価しての出店になった。また、ビッグカメラ側は郊外型店舗のノウハウ吸収の目的もあった。店舗はビッグカメラの直営でベスト電気の社員は出向の形で受け入れた。店舗面積は1万平方メートルと大きく変化しなかったが、品揃えは ベスト時代の3倍以上に増やされた。開店前には1000人が行列を作った。2011年3月25日にビッグカメラはベスト電気の要請を受け入れる形でビッグカメラとしての運営を同年5月末で終了することを発表。同年5月31日に閉店した。同時期にビッグカメラは広島駅前再開発 B ブロックへの出店報道があった。 2011年3月25日にベスト電機は BB 広島本店として同年7月に開店する予定であることを発表。2011年7月8日にベスト電機 BB 広島店の家電部分がオープンした。これまで一貫ほぼすべてが家電店である建物構成を変更。ベスト電機は2階までに出店し、 家電部分の店舗面積は2860平方メートルに縮小し、2010年以降、ベスト電気が広げている低価格店舗形態、BB に変更。3回以上はファッションセンター島村とライフステージ太陽が秋に出店する予定になった。2011年10月6日にファッションセンター島村とライフステージ太陽が開店し、全面をオープンした。 2013年7月にビッグカメラ時代より継続出展していたソフマップが神谷町に移転。BB としては2013年10月27日まで営業された。2013年11月1日にベスト電機に再度リブランドしてオープンした。2016年1月23日に広島の地元紙である中国新聞にベスト電機広島店が撤退するとの記事が 掲載された。撤退の理由を土地賃借契約の期限を迎えるためとし、すべてのテナントが撤退後に建物の取り壊しを検討していると報じた。2016年2月29日にベスト電気広島店が閉店した。これにより、ベスト電気の直営店は広島県から撤退した。なお、アフターサービスはベスト電気の親会社である。 山田電機が運営するラビー広島店にて行っている。2017年2月に広島銀行が2016年末に広島モールの建物と土地を取得したと報道された。2月の報道時点では本店建て替え時の仮事務所や企業寮や研修施設に使うことを検討中としていた。同年3月に広島銀行の本店建て替えを正式発表。建て替え中。 本店営業部と本部機能を広島モールの建物に借り移転している。マクドナルドお好み焼き、徳川、ココ一番や、ハイライフプラザ第一産業本店は日本初の大型家電店舗であった。直接対抗できる初の店舗であった。当時、広島で一番のシェアを持っていた。電気店系列はデオデオで、ついでベスト電機がシェアを持っていた。その頃、山田電機は、 朝南区ヤギに広島発店舗を出店したばかりだった対抗する形で同時期にデオデオはベーシティウジナ店を開店している広島県編で15秒 CM が2種類放映されたその CM は世紀末日本全国ふるさと創世紀末計画コンプリートに収録されているデオデオ本店は近くの建物を賃貸することなどして店舗面積を拡大また 多くの店舗をスクラップビルドを行うなどして競争力を高めている山田電機発の都市型店舗として開店した。そのことで、デオデオ本店、ベスト電機広島本店、山田電機広島本店と3店の都市型大型店舗が出揃うことになったベスト電機転換のビッグカメラで直営の形になったのは唯一で、その後開店した店舗はベスト電機が9割、 ビッグカメラが1割出資した B&B が運営する店舗になったベスト電気は広島地区での店舗網を大幅に縮小。東広島にあるメガアウトレットベスト東広島店程度になっていた。ありがとうございます。